イテム番号 SCP-544JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-544JP の敷地内に民間人が侵入するのを防ぐため、カバーストーリー、改装工事予定地を適用し、4人の警備員を配置してください。SCP-544JP 内部に侵入する場合、侵入時間は必ず3分以内に置き留めてください。3分間を超えて侵入し続ける必要のある場合は D クラス職員に侵入させてください。その際、侵入させる D クラス職員は遠隔から収容できるように小型爆弾を取り付けてください。内部に侵入した D クラス職員を知覚するため、必要に応じて収容メンバーの編成を一部変更することが許可されています。説明 SCP-544JP は、県に存在する5階建て構造の百貨店で、デパートの名で知られていました。1900年に廃業し、日の地に取り壊しが行われましたが、その翌日に完全に形状を復元していたことが財団に把握され、収容に至りました。SCP-544JP の内部に人間が侵入すると、3分ごとに、お知らせです。対象 A、3、対象 B、3がお待ちでした、という内容のアナウンスが放送されます。対象 A は SCP-544JP 内部に侵入している人物です。複数人が SCP-544JP 内部に侵入していた場合、アナウンスの度にランダムで対象 A が選定されます。対象 B は選定された対象 A と直接、間接を問わず面識のある人物で、SCP-544JP 内部にいなくてもランダムに選定されますが、家族、や、友人、などの言葉を用いて一度に複数人が指定される場合もあります。このアナウンスが完了すると対象 B は対象 A に関する記憶を失い、どんな手段を用いても対象 A を知覚できなくなります。上記の文章以外のアナウンスが放送される場合もありますが、それらに異常性はありません。SCP-544JP の内装は SCP-544JP が、デパートとして営業していた時期を模倣した作りになっていますが、すべての領域において無人であり、食品はすべてサンプル製品に置き換わっています。SCP-544JP の5階には放送室と推定できる部屋がありますが、外側から内部の状態を確認できず、侵入もできません。放送室の扉には、キサラギ工務店、と書かれていますが、そのような団体の所在は確認できていません。加えて、デパートとキサラギ工務店が実際に関わっていたという公的証拠は存在しない、もしくは抹消されています。以下は SCP-544JP の調査記録及びそれに付属する情報の抜粋です。調査記録544、4日付、2000年、月、日。目的内部調査及び対象 B に該当する人物がいなくなった場合のアナウンス内容の調査。調査員 D-1104 カッコカメラ、マイク、脱走時防止用の遠隔起爆型小型爆弾を所持させるカッコ閉じ。尾行 D-1104 には SCP-544JP の異常性を伝え、同意の下で調査員として起用しています。D-1104 が SCP-544JP 内部に侵入。博士まずは1回の探索をしてください。気になるものを見つけたら即座に報告してください。D-1104 な、エレベーターがあるな。でも動いていないみたいな。俺も知ってる店も支店がいくつもあるな。人はいないが。アナウンス本日はご来店いただき誠にありがとうございます。心ゆくまでお楽しみくださいませ。D-1104 アナウンスだけ正常に動いてるのか？博士声に特徴はありますか？ D-1104 ちっちゃい女の子の声だ。なんかおかしいな。子供がアナウンスなんて。アナウンスお知らせです。13、23がお待ちでした。D-1104 これはつまり？博士異常性についての説明は受けていますね。D-1104 そうか、次はどうするべきだ？博士視点のキッチンが動くかどうか確かめてくれますか？ D-1104 が付近の、レストラン。の視点に立ち入る。D-1104の、食品は全部サンプルだな。水も置いてあるけどそれも粘土かなんかで作られてる。キッチンに向かうぞ。
T-1104 がレストランのキッチンに侵入する。博士職、動かしてみてください。T-1104 が周囲の設備を利用しようと試みる。T-1104 ダメだな。便利も水道も繋がってない。アナウンスお知らせです。3-33がお待ちでした。T-1104容赦ねえな。おい博士、どこも動かないみたいだぞ。博士わかりました。2階へ向かってください。T-1104 が2階へ到達する。T-1104 当然っちゃ当然だけどエスカレーターは動いてないな。博士1階と同じように大まかに探索してください。T-1104 了解。見たところ、果物野菜コーナーって感じだな。T-1104 が2階の探索を開始する。アナウンスお知らせです。3-43がお待ちでした。T-1104 なぁ、なんつうか。博士休憩は認められていますが、調査は速やかにお願いします。T-1104 を、調査といってもな、多分全部サンプルだろ、これ。T-1104 が2階の探索を再開する。アナウンスお知らせです。3-53がお待ちでした。博士こちらの研究員です。何もなければ3階に上がってください。T-1104 なぁ、だよな。聞き覚えもない名前だったから驚いたよ。3階目、了解。T-1104 が3階への移動を開始する。T-1104 放送室には入れないんだっけ？博士はい。T-1104 そうか、あのアナウンスなんだけどさ、なんか違和感があるんだよな。博士詳しく聞かせてもらえますか？ T-1104 なあその、ここって人がいないなんか。だからその、アナウンスが鳴るのは異常だよな。遠隔音声か、そうでもなか幽霊かなって思うんだけど、ははは、そのラインにはアナウンスの後に、本気で呼ばれてるような感じがするんだ。伝わったかな？博士現状では何とも言えません。もしさらに何か感じるようであれば報告してください。T-1104 が3階に到達する。アナウンスお知らせです。3、親戚の皆さんがお待ちでした。T-1104、3階は救いだな。レディースが多い。博士了解です。探索して何かあれば報告してください。T-1104 わかった。あと、さっき報告した感動は今も感じてる。語りかけられてる気分だ。博士記録しておきます。T-1104 が3階の探索を開始する。アナウンスお知らせです。3-63がお待ちでした。T-1104 子供の声は苦手だな。女の声ともなるとかなり苦手だ。博士 D-1203 との関係を教えてくれますか？ T-1104 あいつか、仲良かったな、もしかして。俺と深く関わってる人間だから、優先的に呼ばれちまったのかな。博士考慮には値すると思います。T-1104、わかった。T-1104 が探索を続行する。T-1104 もう気づいてるとは思うんだけどさ。博士何がですか？ T-1104 俺はこの調査に志願したことを後悔してる。忘れてもらえるなんて最高じゃねえか、なんて軽い気持ちで志願したんだ。そしてそのまま死ねるのなら理想だな、とも思った。でもさ、皆が俺を忘れていく、皆が俺を感じられなくなる。怖くてたまらないね。嫌になってきたよ。博士調査の中断はできません。私たちがあなたを知覚不能になった時に備え、あなたと面識のない警備員がデパートの入り口に待機しています。T-1104 いやいや、脱出しようなんて思ってねえよ。ただ、これは本当に地獄だ。どんなソーラルアローがこんなシステムを思いつくんだか。アナウンスお知らせです。3-73がお待ちでした。博士財団の人間です。T-1104 わかった。3階はあらかた映像に収めた。4階に向かって良いか？
博士お願いします。D、1104が4階への移動を開始する。D、1104なぁ、アナウンスが早くなってないか？博士、ラップタイムは正常ですが、何か感じましたか？ D、1104なんだろう、アナウンスが焦ってんのかな、言葉にしづらい。アナウンスを読み上げる速度はどうだ？早くなってないか？博士、それは記録対象外でしたね。可能性はあるかもしれませんが、音声記録を持ち帰ってくれないことには分析できません。D、1104了解、最後まで調査するよ。D、1104が4階に到達する。アナウンスお知らせです。383がお待ちでした。D、10,044 階は本屋とか文房具とかが売られてるな。で、今のアナウンスは？博士が予備メンバーとの交代を開始する。D、1104博士？おい博士？ああ、なるほど。今のアナウンスでもうお別れか。まあ、どうせ代わりがいるだろ。探索を続けるぞ。D、1104が探索を開始。アナウンスお知らせです。3、同級生の皆さんがお待ちでした。D、1104焦ってんのか？そんな一気にやることないだろ。考えたんだが、お前やっぱり。研究員すみません。博士と交代しました。D、1104へ、ああ、よろしく。研究員交代の最中に何かおかしな点はありましたか？ D、1104アナウンスが一件来たよ。俺の同級生は俺のことをすっかり忘れちまったみたいな。思い出がありありと浮かぶな。こんな時に限って楽しかった思い出がゴロゴロと。研究員把握しました。D、1104さっきの博士は、俺に関する記憶を全部失ってるんだよな。じゃあ俺が報告したことは全部報告し直した方が良いか？研究員A、音声は記録中ですので大丈夫です。D、1104そうか。ざっくり言うと、俺はあのアナウンスが人間耳溢れてるように聞こえる。他は、そうだな、アナウンスが速くなってるように感じてる。子供の高い声だからそう聞こえるだけかもしれん。研究員わかりました。4階の探索を行ってください。D、1104が4階の探索を開始する。アナウンスお知らせです。3、被害者一族の皆さんがお待ちでした。D、1104、ああクソ。恨んでくれてたってよいから俺を忘れないでくれ。D、1104はしばらく立ち止まるが、探索を再開する。D、1104書籍とかは全部見て回る必要あるか？研究員おおむね映像に収まっていれば結構です。D、1104わかった。D、1104が書籍コーナーの調査を終え、文房具コーナーに立ち入る。アナウンスお知らせです。3、警察の皆さんがお待ちでした。D、1104おい、お前はどういう優先度でそれをやってんだ？研究員 D、1104誰かと話していますか？ D、1104アナウンスとだよ。無意味だろうけどさ。研究員そうですか。先ほど、人間味、というワードを報告していましたが、現在はどうですか？ D、1104現在も変わらずな。研究員わかりました。おおむね探索が完了したら報告してください。D、1104が文房具コーナーの探索を開始する。アナウンスお知らせです。3、同僚級の皆さんがお待ちでした。D、1104、このアナウンスに話しかけるのはなしか？研究員可能な限り不要な発言は控えてください。それでは5階に向かってください。D、1104わかったよ。D、1104が5階に到達する。D、1104のイラー室と、空調室みたいなのと、ちょっと新しめの扉があるな。研究員その新しい扉が放送室です。扉の上に、放送室、とプレートがかかっているはずです。D、1104が放送室の前に立つ。D、1104なんか、書いてあるぞ。
研究員読み上げてくれますか？ D-1104A、赤いマーカーで、迷子通知システム括弧自動括弧閉じ、停電中でも動くようにハードウェアを非渡航性能にしました。キサラギ工務店、って書かれてる。研究員記録しました。ありがとうございます。D-1104 は何度か扉を開けようとする？ D-1104 まあ、無理だな。研究員わかりました。内部調査は以上です。以降は対象 B に該当する人物が去なくなった場合のアナウンスを記録することが目的となりますので、その場で待機してください。今後は基本的に指示を行いませんし、もし私たちがあなたを知覚不能になっても代理は立てません。脱走は無駄なものと考えてください。十分なデータが取れたと判断できたら帰還してください。D-1104 わかった。なあな。研究員 A、では。D-1104 がその場に座り込む。アナウンスお知らせです。3、勤務先の皆さんがお待ちでした。通信が途絶する。D-1104、これでもう誰も俺を見ていないのか。でも、お前はずっと俺を見ているんだろ？アナウンス本日はご来店いただき誠にありがとうございます。D-1104 そりゃどうも。2分間音声なし。D-1104 なあ、部屋の中に誰かいるか？子供がアナウンスをするなんて普通じゃないぞ。それにハードウェアは。音源不明のノイズ。映像からも音源は視認できない。D-1104 今のらへんにか？アナウンスお知らせです。3、友達の皆さんがお待ちでした。D-1104、いよいよ俺は生きてる意味がなくなってきたな。なあ、誰かいるのか？音源不明のノイズ。D-1104 しっかり話してくれ。音源不明、ずっと、一人。D-1104 が立ち上がり、放送室の扉の前に立つ。D-1104 なんだ、ちゃんと返事できるなんか、ずっと一人、か、俺ももうすぐそうなるぞ。音源不明、なんで？ D-1104 なんでってそりゃ、このアナウンスのせいだ。アナウンスお知らせです。3、知り合いの皆さんがお待ちでした。D-1104 ほらな。音源不明、なんで逃げないの？私と同じになっちゃうのに。D-1104、お前と同じ？お前は誰なんだ？早くここを開けてくれ、直接話したい。音源不明、私はこのデパートの、最後の迷子だった。D-1104、続けてくれ。音源不明、皆が私を忘れたの、お母さんもお父さんも、皆、そして私は出られなくなったの。D-1104、そして、俺もそうなろうとしてるのか。音源不明、だから早く逃げて、ここは辛いの、ずっと出られない。D-1104 なぁ、本当に辛いな、よくわかるよ。でも俺は自由に逃げ回れる身じゃないんだ。音源不明、逃げて、逃げて、ここが開いたらもう手遅れになっちゃう。D-1104 もう十分手遅れだ。それに放送室に二人はちょっと狭いだろうし、アナウンス役は一人で十分だ。そう思わないか？そしてアナウンスをやるのは普通は大人が、子供に任せる仕事じゃない。音源不明。何をするの？ D-1104 俺は犯罪者だから償いをしなくちゃダメなんだ。でも皆は俺を忘れちまっただろうから、代わりにお前に償うことにする。約2分間音声なし。アナウンスお知らせです。3、皆さんがお待ちでした。鍵の解除音。D-1104 博士。博士、扉、開いたぞ。23秒間の激しいノイズ、映像が途絶する。D-1104 よ、お嬢ちゃん。7分の間激しいノイズ。映像が復旧、4回を映している。映像は3回を映している。映像は2回を映している。
追記待機していた警備員が SCP-544-JP から幼い女性が出てきたのを発見し、保護。この女性は SCP-544-JP、A と分類されました。SCP-544-JP、A は D-1104 に携帯させたカメラ、マイクを所持していました。この調査以降、少女の声、と形容されていたアナウンスが D-1104 の性質に変化しました。D-1104 は未だ発見されていません。後の SCP-544-JP、A に対するインタビューで、SCP-544-JP に関する記憶を失っていること、家族で、デパートの終了セールに来ていたこと、などが判明しました。追記1インタビューで得られた情報から SCP-544-JP、A の身元が特定されました。括弧詳細な情報は付録544、1を参照してください括弧閉じ SCP-544-JP、A には異常性がなく、年齢に見合った機能レベルであることから。SCP-544-JP、A の家族のもとに SCP-544-JP、A を返還する計画が進行しています。追記に計画は失敗しました。SCP-544-JP、A の家族は SCP-544-JP、A を企画しませんでした。SCP-544-JP、A はサイト、81、へ正式に引き取られました。